ジャンクションブルバード駅はニューヨーク市地下鉄 IRT フラッシング線の駅である。クイーンズクコロナのジャンクションブルバードとルーズベルトアベニューの交差点に位置し、7系統が終日停車する。この駅は1917年4月21日に IRT フラッシング線の終点であった。 クイーンズボロプラザ駅からアルバーティスアベニュー駅までの延伸開通とともにジャンクションアベニュー駅として開業した。駅は1940年にジャンクションブルバード駅に改称した。1955年から1956年にホーム有効庁を11行編成に対応するために延長工事を行った。1981年にまたが地下鉄駅内で、 最も劣化しているとして、リストアップした69駅の中にはこの駅も含まれていた。2007年、600万ドルの費用をかけ障害を持つアメリカ人法に準拠し、エレベーターが設置された。エレベーターは、ジャンクションブールバードとルーズベルトアベニューの交差点北東からホーム上の古戦橋に至る1機と古戦橋から各ホームへ降りる2基の計算機が設置されている。 ホーム上のエレベーターこの駅は、島式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を合わせた2面3線の構造である。外の側の観光線は7系統が終日使用し、内側の急行線は7系統がラッシュ時のみ使用する。ホーム上には、緑と赤の柱が立っており、ホーム中心に立っているため、ホーム幅が狭くなっている部分がある。また、改札内では、 改札口を兼ねた古選橋を利用することにより南北ホームの行き来が可能である。当駅の改札口は改札街の両側2箇所にあり、改札口と改札口の間に切符売り場がある。これらの改札口には回転式改札機があり、それぞれ改札内では西側に向かって各ホームへの階段が伸びている。また、ホーム上の古選橋には、 交差点北東もしくは改札外にエレベーターで接続する改札口があり、回転式改札とメトロカードに対応した自動改札機がある。こちらではエレベーターで各ホームに降りることとなる。ありがとうございます。